怪談、都市伝説、一コアとジャンル不問のコア談バトル、大コア。その歴史に残る名作コア談を紐解く大コアアーカイブ。はい、というわけですね、ライターをしておりまして、まあ、いろんなとこ行って取材するんですけど、まあ、なんであんま幽霊とかは信じてないので、まあ基本的に人が怖い話をしてるんですけども、ちょっとこう今日は2本しようかなと思ってて、1本目がちょっと短いんですけど、この間ちょっと出張で広島に行きまして、ちょっと漫画家さんのインタビューをして、で広島に行ったらぜひこう大久野島っていうですね、毒ガス島って言われてる、今ウサギ島っていうのかな、第二次世界大戦中にこうウサギを飼ってないよ、毒ガスを作ってた島を今ちょっとまあ観光地になってるので、そこでぜひ写真が撮りたいなと思って、広島からその大久野島までこう行こうと思ったんだけど、こうその只野海っていうところがその最寄り駅になるんですけど、ちょうどそこまで行くと島までは渡れないぐらいの時間で、じゃあ只野海に泊まろうかなと思ったら、その只野海って場所がまたちょっとホテルが少なくて、まあ泊まれなかったので、じゃあその4駅ぐらい前のですね、竹原っていう町があって、そこならこうビジネスホテルが取れたので、そこに泊まることにしたんですね。でまあ広島を出てそこに着いたら、まあちょっと夕方ぐらい、ただまだ明るいぐらいの時間について、まあ竹原って場所について僕全く知らないし、あんまり興味もなかったんですけど、まあそんな早い時間に着いちゃったんで、まあフラフラ歩こうかななんて思って歩いてて、まあ一応観光地になってて、そのまあ明治時代から昭和初期にかけての街並みがこうやって残ってるんですね。ただまあそんなに観光客が多いわけじゃないんですけど、まあなんか家族連れで来てる人とかもいて、でちょうど僕がこう郵便局跡みたいなの見てたら、そのワゴンが止まって、車の中から家族が降りてきて、まあ若い、僕より若いお父さんお母さん、まあ30代中盤ぐらいのお父さんお母さんで、娘さんがまあ10歳見てないか、7歳とかぐらいで、で一番下の子がまあ2歳3歳ぐらいだと思うんですけど、まあそれがまあ車から降りてきて、あなんとかだねって言ってて、でまあ僕すれ違うような形になったらですね、その一番ちっちゃい男の子がこうトトトトトで僕のとこ来てですね、僕の顔を見て僕の本名を呼んだんですよねこうまあそれで終わりなんですけど、この話はただえっと思ったけど、この人、この子僕の本名を呼んだよと言ったら多分ね、ちょっと警察とかに捕まりそうだったのでそれでずっと不思議な思いをしながらこう回ったりしてたんですけど、とまあもう一個は皆さん期待してるような人の怖い話をしようかなと思うんですけど、まあライター始めた頃20年ぐらい前に出版社から電話があって、まあタイのサムイ島に取材行ってくれないかって言われて、ただまあ僕がメインじゃなくてですね、まあライターの Y さんっていう人の補佐で行ってくれって言われて、まあその人がまあ何かするなら僕がこうカメラ撮るとか、まあそういう手伝いで行ってくれって言われて、まあいいですよって言われて、で行くことにしたんですけど、まあ、その Y さんって人は、まあ写真週刊誌上がりの人でですね、まあ、なんか曜日で言うと金曜日みたいなところ上がりの人で、まあこう荒い人なんですよ。でまあ結構飛行機の中でも、まあ、あの金曜日の編集部にはあの金庫があって、その中には取材の過程で得た気持ちよくなる薬があるから、みんな勝手にやってんだよ編集員はとかなんか言ったりとか、あのグラビアの女の子をもうソファでやっちゃったぜみたいな話をこうずっと聞かされてですね、まあもう嫌気もさしてたんですけど、まあまあ先輩だし、まあ結構殴ったりするような先輩だったので、こうまあおとなしくタイに行ってですね、まあそれでまあ普通に取材してたんですけど、まあ取材ってももう大麻の取引現場を盗撮せよとか、あの買収憤慨で写真を撮れとか、まあなかなかハードはハードなんですけど、まあその先輩もまあそういうとこ上がりなので慣れてて、まあ仲良くやってたんですけども、最終日に先輩のその Y さんのカメラがなくなっちゃってですね、
だからなんかただもう売春婦のやつが取ったに違いないって言ってそのまま走って売春宿に行って、なんかその昨日は仲良くしてた女の子になんかタバコピンって投げつけて、なんかカメラ撮り合ったなこの野郎みたいなことをもう怒鳴り散らしてですね、であっちの女の子も当然キレてきて、もうペンペンペンってこうね唾吐かれるんですよね顔にね、なんか人に顔に唾吐かれたの初めてだなみたいな、そんな思いをして、まあ結構散々なタイの寒い旅行で、で日本に帰ってきて、あまあ疲れたけどまあそれでもまあただで寒いと行けたしよかったななんて思ってて記事書いてたら、まあ自分の記事は書き終わったんですけど、なんか編集部から連絡があって、その Y さんがあのメールを残していなくなったって言って、なんか疲れたので旅に出ますって、えなんで旅から帰ってきたばっかりなのにみたいなねでえつくか原稿終わってから行けよみたいなんで言って、でその人がまあそのページだけじゃなくて結構連載も持ってたので結構穴が開いちゃって、でまあ持ちライターでみんなで持ち回ってこう記事を書いて、なんかもうみんな悪口言いながらこうね、なんかあれだよとか言って、もうこれじゃあなんで埋めようかみたいなんで、なんとかその号のやつは終わって、ああってまあその次の号が始まっちゃったんで、ああっつってもう何やってたんだろうねあの人なんて言いながら、その時は確かね池袋で制服カップル、学生服を着たカップルに普段どんなセックスをするかっていうのを聞くっていう取材だったんですけど、それをずっとこう聞いててずっと気持ち悪がられてバカとか言われてるのがやっとうまくいって、やっとうまくいったねと思ったら編集部から電話があって、ああ Y さんは東京湾から上がりましたって言われて、ええって言ってテレビでもやってますって言われて、まあその時はまだちょっと携帯がねそんなテレビとか見れる時代じゃなかったので、まあそのまま編集部に行ってテレビ、まあ、編集部もなんか変なテンションになってて、でテレビ見たらあの、まあ、東京湾でまあズタボロで見つかったんだけど、まあ、後頭部に2つ穴があって、で背中に8箇所刺された跡があって、どうやら、まあ、こうでそれで東京湾に捨てられたっていうのがあって、で、まあ、もうかなりボロボロだったんだけど、まあ、運がいいというかなんというか指の先の指紋が取れたらしくって、それでまあご本人が確定したっていうんで、それでそうですね、なんかまあめちゃくちゃ怖いじゃないですか、でめちゃくちゃ怖いので、まあ僕もちょっとゴールデン街とか行って飲んだりしてて、もうちょっと家帰るのやだな怖いなと思ってたら、まあ見知らぬ番号から電話があって、何何と思ったらこうハニャララララララの110番だったんですね。ああ何だろうと思って出たら警察ですよ、ね、水上警察ですとか言われて、まあ水の上で関わった時に出てくる警察で、それでまあ村田さんちょっとお話聞きたいんで、警察行けばいいですかって言ったら、いや村田さんの近くの喫茶店でいいですって言われて、でうちの喫茶店に来てですね、でまあなんか仲良く話すのかなと思って、僕から どういう人になんかやったんですかみたいなこと聞いたら、お前から喋るなみたいなことを言われてですね、警察官に、僕の最寄りの普段打ち合わせしてる喫茶店でですよ、でなんかでなんかお前は話したことを全て話せみたいなこと言われて、 あとなんか、グラビアのお姉ちゃんとセックスしたとか言ってましたとかいう話をずっとさせられて、なんでちゃんと覚えてないんだみたいなことでずっと怒鳴られて、でなんか、ね、僕疑ってるんですかって言ったら、まあ普通はそんなことないですよって言うと思うんですけど、古畑任三郎だったらそう言うんですけど、うん、疑っているからお前のことまだとか言われて、それ僕の近くの喫茶店で言われてですねもうその喫茶店すごく悪くなって使えなくなっちゃったんですけども、まあそれで、まあ、それで結局捕まって、で犯人は、まあ、お金で揉めてそれで結局拉致して殺したみたいな話だったんですね。あんまり、まあ、そういう事件で、まあ、さほど複雑ではなかったんですけど、まあ、それで、まあ、犯人捕まったから、まあ、よかったなと思って、まあ、ちょっと関係ないイベントに顔を出したら、まあ、僕がその Y さんと知り合いじゃないっていう人が僕のとこ来まして、あの事件知ってるって言って、あのライターが殺された事件つって、うん、それ知ってるって言ったら、あの警察官、その死体を引き上げた警察官と知り合いなんだよねと、であれすごかったらしいよって、引き上げてそのバッて服開いたら体の中から何百匹っていうシャコがバババババババって出てきて、みんな驚いたよっていう話をしてたよって話をものすごいにこやかにされてですね、
なんかまあそれ以来ちょっとシャコを食べるのがですね苦手になったというね。なんかシャコはこうやってパンチで獲物を捕まえるらしいですよという、何でしたっけ。ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。大桑チャンネル、チャンネル登録をよろしくお願いします。